し。さあ、おはようございます。今日はね、ちょっと家のことについてお話ししようかなと思います。はい、私が30歳の時に今の家を建てたんですけど、だから僕今39歳なんで9年目、はい、築9年の今家に住んでおります。はい、でこの度ね、なんか最近すごい土地が高騰しとる、家が高騰しとるっていうことでね、査定依頼をしてみました。はい、スーモの方でね、ちょっとうちって今どれぐらいの価値があるんかなと思って査定依頼をしました。はい、で、まあ、うちはね、多分敷地はね、多分まあごく普通の、広さだと思うんですよね。41坪、40.91坪だったかな。はい、135平米ぐらいだったと思うんですよ。はい、ほんで建物がちっちゃいんですね、箱が。そう、うちはね、3LDK なんですよ。部屋が3つしかないんですよ。うん、ほんとね、もうちっちゃな家です。だからその分、庭がちょっとあるんですけどね、横と裏にね。そう、まあちょっとした人数で焼肉するぐらいの庭があるんですけど、そうで、あの駐車場も広いです。はい、軽自動車3台、普通車1台止まります。はい、止めた実績があります、横並びで。すごいでしょ今時、こう、そうある、そんなには車が4台も止めれるような庭ね、まああるでしょうけども、うん、まあ、あの今建てて思ったのは、本当駐車場とかが広くて良かったなと。人が来た時とか、そのストレスなく車も止めれるし、でちょっとした庭もね、みんなあの表の方でから焼肉やってますけど、うちは裏でできますから、人目のつかない裏庭でできるんでね、あれは良かったなと思っております。はい、ちょっとトンネル入るんで、見えとるかな、大丈夫。まあそんな感じで建てた家なんですが、まあ当初ね、もうお金も何にもなくてね、そう、結局頭金ね入れずに建てたんですよ。そう、だから結構今大変です。建物と土地でね、2400万じゃったかな、2500万ぐらいか、うん、でそこから諸費用でね、もう一個ローンを組んで合計2900万ぐらいになったと思います。はい、そうなんです。でね、まあ、あの気になるその査定結果の方なんですけども、建物土地合わせて、2399万でした。はい。そう。で、その、建物と土地、そう。いや、土地もね、ちょっとそのローンで、もう一個のローンでね、買ったと思うんですよね。そう。まあ、その、大元の本体のローンがね、あと1900万残ってました。だいたいこの時期になると年末の残高証明書っていうのが届くんですけど、あれ見たらね、1907万ってなってました。はい、まあ、それだけ見たらさね、2300万、まあ、約2400万かで売れて、そうで残りが1900万でしょ。500万ぐらい浮くじゃんって思ったんですけど、結局その残りの諸費用で組んどるローンね、あれがまだ多分400万ぐらい残っとるんで、結局は、400万も残ってないか、うん、それぐらい残っとるんで。そう、だから俺ね、この間もちらっと動画で出したんですけど、住宅ローン9万7000円って言ったんですけど、実際は7万5000ぐらいですよ、プラス諸費用のローンで。そう、ま
また2万ぐらいかかってるわけです。アホでしょ、ね、だからこれから家を建てようとしてる方、焦らず、気負わず、ね、ためらわずは違うか、焦らずね、じっくりと腰を据えていろいろと、検討なさってください。まあもう立ったもんはしょうがないんで払っていくしかないんですけどもね。しかも家を建ててどうでしょう、2年ぐらいで離婚しましたんでね、私は、はい、2年ぐらいで離婚したんかな。もうそっから地獄ですよ、ほんま一人でね払っていくというね。そうだから今こうやって YouTube やっててね、助かってるわけですよ。もう YouTube やってなかったら特に家手放して、何もかも脱ぎ捨てて実家に帰っていると思います。はい、今でもたまにそんなこと思う時もあります正直ね、はい、そう。でもまあなんとかね、子供も今ねこの地で育っとるし、なんとかね、頑張って払っていってるわけではありますけどもね、周りの支えなんかも借りながら、いろいろ助けてもらいながらやっておりますけども、やっぱりねワンマンはねきついと思う時があるよ、たくさん。やっぱ夫婦とも働きで大体払うじゃん、住宅ローンっていうのはね。一番子供にもお金のかかる時期にねこんなことになってみたいな、まあいろいろ思い悩む時もありますけどもね、まあまあおかげさまでなんとかこうやって生きておりますんで。そうで、2399万の査定で売り出し価格が2599万ってなっとったね。200万でから、でも多分さらにそっからね家の中をちょっと綺麗にせないけんでしょ。そんなことしようったらさ、200万なんかあっちゅう間になくなるでしょ。これ不動産屋さんこれ利益あるんかいなと思ったんですけど、そう、まあ、とりあえず売却の、その売却というか査定価格は2399万でした。俺も1500万ぐらいかと思よったんで正直びっくりしたんですけど、で家ってね1年経つごとに、まあ、大体、まあ、例えば3000万の家だったら140万ずつぐらい値が下がっていくみたいですね、相場が。そうだからまあ売るんなら本当早めの方がいいんでしょうけど、感じですよ。だから今仮に売れば多分100万弱ぐらいは浮くんじゃないかなって思ってます。多分売る時にもその手続きとかさ、いろいろまたお金かかってくるじゃろう、何十万もね。やっぱこの何千万単位のお金が動く時って普通に2桁万円のお金が手数料とかそういうので動くんで、何回かね住宅ローン その組み替え提案もされたんですけど、結局それの時もねお金がね、十何万か何十万かかかるっていうのでからね。そうそう、で私は金利固定のやつで住宅ローン組んだんで、固定金利のでからね。そうそう、だから私のははっきり言って悪い例ですよ。もっともっとね家買うときは慎重になってね、考えていろいろ考えていろんな面からいろんな角度から考えてね、お金のこともそうじゃけど、将来子供が小学校中学校高校となるにつれ学校は近くにあるのかとかね、そういったことも非常に大きなポイントですから、新しく家を買ったり建てたりするときにね、そうやっぱ子育ては中心になってくるんで、その辺は大事ですね。
せよね、やっぱ頭金はだいたい家買う時の、まあ、1割か2割は貯めとけって言いますよね。私はそれをせずに建てたんで、そう。でもなんとか今こうやって生きております、はい、皆様のおかげで、ておけばなんとかなるかなとは思ってますけど、働かんくなったらもういよいよ終わりなんでね。そう、なんとか働いて、ローン返済していきたいと思います。あと26年、長いねまああまりそういうことは考えずにね、家賃だと思って、そうやっていけばいいかなと思いますが、もっともっと YouTube で稼いで、もうこのね本業で稼ぐのっていうのも限界があるんで、 YouTube は無限大でしょ、ね、やったらやった分だけ跳ね返ってくるし、ね、今月はおかげさまで結構行っておりますよ。動画本数も結構頑張ったんで、10月頭とかね、コロナとかメニエルになる前、晩酌動画とかも出したりして、結構ね、そう9月の、10月頭かやっぱり、そうあの頃は結構出しょったんで、今月はまあまあ行っておりますんで、うん、ありがとうございます。はい、まあそんな感じです、はい、まあなんとかなります。間違ってもその特殊詐欺とかには手を出さないようにしましょうね。どんだけお金に困ったってね、人の家に入ってね、人を傷つけるようなことをしてお金を奪うというようなことだけはしないようにね、人道にそれたことだけはね、反したことだけはしないように、はい、やっていきましょう、はい、ということで、我が家の査定額は、評価額は2399万円でしたという、ね、プライベート切り売り動画となりました。本日もご視聴ありがとうございました。